説明会で個別で説明してもらった時 その先生の対応がすごい良くって、なんかすごい優しくて親身に話聞いてくれたりしたので、ここだったら自分も伸び伸びというか体調を考慮しながら楽しくいけるなって、毎日いけるなって思ったので選びました。1年生の時ゴールデンウィークからちょっと体調崩しちゃって、で2年生になってもまあ体調が治らなかったので、まあちょくちょく行って、たまに早退したり遅く来たりっていう感じを繰り返してました。なんかあったんですけど、その夏休みがちょっと挟まってた時に、まあ来ていいよって言ってもらえて、何回か来たりとかしてて、先生とかもちょっと話して仲良くなって、やってるうちに体調とか心の方がなんか一気に良くなってきちゃって新規一点で学校帰って新しい場所っていうので多分良くなったのかもしれないって、特になんかこれっていう要因はなくて、本当転校が決まって、まあ、愛知の前の学校に在籍してる時も元気が良くなっちゃって毎日行ってて、多分転校が決まったっていうので安心したのか、どこも悪くなくなって楽しくここに入学してきたっていう感じでした。なんか夢授業って言って企業さんが来てくれたりとか、専門学校の方がいろいろ授業してくれたりとかで、物を作ったりとか実験してみたりとか、そういう授業があって、そういうのが好きなので参加したりしてます。なんか本当ついこの間あったなんかウールの授業みたいなの授業があって、実験しながらその性質とかを教えてくれたりとかしたので、見て分かりやすいし、すごい参加してよかったなっていう思いでいました。夏祭りがすごい楽しかったです。3年生の女子でフルーツポンチをやりました。実行委員をやってたので運営に関わったりとかもしてて、でそういうのも初めてのイベントだったのですごい記憶に残ってて、はい、PBL という活動で今調理と成果お菓子についての活動をしていて、その調理実習をやったりとかしているので、そこで今頑張ってます。その計画を計画して実行する力がついたのと、時間を見ながら行動することが身についたかなと思います。もともとお菓子作りが好きで、最初お菓子の方に進もうかなと思ったんですけど、まあ、調理師の方がいろんな就職の幅とかが広いので、お菓子も多少学べるので調理師の方に進むことにしました。私は結婚式場で働きたいなと思ってて、すごい人の笑顔を見ることだったりとか、笑顔にさせることがすごい好きなので、そういうのってやっぱ結婚式場だと多く見れると思うので、第一学院はすごい先生も優しいし生徒もみんな優しいので、すごい安心できるし、まあ、一人一人に合ったサポートをしてくれるので、そこはすごいいいところだと思っています。